こんにちは。精神障害者 YouTuber の竹内です。今日見ていただきありがとうございます。今日はですね、阪神タイガースなんですけどね、昭和40年代にね、結局、昭和40年から48年まで巨人が V9 をね、9年連続優勝、9年連続日本一というのを決めましたけどね、まあ、唯一ね、毎年毎年巨人と優勝争いを演じていてね、残念ながらいつもいつも2位でしたね。阪神のね、当時のダイナマイト打線と言われている打線がすごかったわけなんですけどね、そのダイナマイト打線とね、まあ、エースの結局エナーズとね、で古澤ですよね、そういったことに対して、そういったことについてね、阪神タイガースのダイナマイト打線についてね、お話したいと思いますね。まあ、阪神タイガースなんですけどね、結局昭和40年代は巨人が優勝、そして2位が阪神ということでね、まあ、かなり盛り上がったね、巨人の9連覇でしたけどね、まあ、とにかく阪神の存在がなければですね、巨人の独走ばっかりではそこまで盛り上がらないんだということですよね。そしてですね、まあ、阪神もね、ピッチャーはですね、もう左の絶対的なエースであるね、もう球界一の左のピッチャー、左のね、球界一の投手であるエナスですね、絶対的な阪神のエースのエナスといったかと、右のエースが古澤ですよね。この2枚看板ですけどね、打線がすごくてですよね、特にクリーンアップの3番藤田平ですね、結局藤田平2000本安打を放ったね、安打製造機の藤田平、そして4番田淵ですね、王に次ぐセリーグのホームランバッターの田淵ね、そして5番がブリーデン、6番が第2バックというね、もうとにかくあれですね、藤田平、田淵、ブリーデン、ラインバックと続くこの打線というのはね、本当に強烈でしてね、そしてまあ、ブリーデン、ラインバックの2人もね、非常に頼りのある助っ人でしてね、全く田淵の劣らないようなね、すごい打撃をしていたということですけどね、結局田淵もですね、毎年毎年ホームラン王を争いましたけどね、毎年のように王にホームラン王を捉えて、必ず田淵が2位やったんですけどね、1回だけですよね、王が肉離れを起こしてね、しばらく前半戦でレナーの時にはね、念願のホームランを取りましたけどね、まあ、ピッチャーのね、とにかくエナスとね、田淵というのはね、本当に黄金のバッテリーでしたね、とにかくエナス、田淵というのはね、セ・リーグの史上、セ・リーグ史上でもね、まれに見るね、黄金バッテリーやったと思いますね。そしてね、田淵がね、西武ライオンズにね、移籍しましてね、そしてその頃に掛布が入りましたね。掛布がそのまま4番に入ったということですね。田淵の代わりに4番入って、そしてね、西武ライオンズの前身のね、クラウンライターですね。結局クラウンライターが西武に変わるときに田淵がね、西武にね、移籍しましてね、クラウンライターから3人ですね。真由美、竹野石、若菜ときましてね。このうち若菜はですね、鉄砲型でしてね、当時もう梨田とね、一人を争うようなね、近鉄の梨田と一人を争うような名捕手でしてね、ものすごい鉄砲型でリードもうまいということですね。そしてホームランも打つしですよね、打率も稼ぐしね、大変な好打者であるね、足も速い、守備もうまいね、ショートの真由美とですね、長打力のある竹内ですよね、この3人が入ってきてね、まあ、阪神は A クラスに入ったりしましたけどね、結局この時は優勝はできませんでしたけどね、まあ、その時もね、3番竹内、4番掛布ということでね、キャッチャーは若菜ということでね、そして1番は真由美ですよね、不動の1番真由美ということでね、まあ、本当に阪神はね、4番田淵からね、掛布に変わりましたけどね、4番は、まあ、ずっとね、ダイナマイト打線ということでしたのでね、昭和40年代はね、はい、今日は阪神タイガースが誇る、ダイナマイト打線についてお伝えいたしました。精神障害者 YouTuber の竹内です。皆さん、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。